さん、こんにちは、ジナヌーヤホー、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ザ・音楽フェス、違う、音楽フェス、ザ・リベンジ。ようこそ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。そう、後半だね。OK。何見るかって、今はね、何見るか。そう、けんなお子さん。で、これはね、結構前から聞きたかったんだよ。やっと、今日皆さんと一緒に聞くことにします。はい。あばよ。あばよ、中島みゆきさんの曲かな、なんか作曲してるのが中島みゆきさんかな、前あの皆さんにあの勧めしてくれたんだけど、とりあえず今回は一緒に出てるかどうかわかんないんだよね。あの中島みゆきさん、あのまだ見れてないから、またまた見ます。 OK。 で、今からそう、あばよ見ます。で、皆さん、そう、今日の生配信まだ聞けてない方、明日、そう、明日の夜にします。ぜひぜひぜひ遊びに来てください。出概要欄、どうぞご覧くださいませ。OK。舞台出演しますので、お待ちしてます。OK。いくよ。とりあえず、あばよ聞きましょう。あばよ。なんか強い言葉だね、あばよって。いいね。いくよ。せーの、で、はい。何もあの人だけが世界中で一番優しい人だと限るわけじゃあるまいし、例えば隣の町ならば隣なりに優しい男はいくらでもいるもんさ。明日も今日も留守なんて見えすくて口使われるほど嫌われたならしょうがない。笑ってあばよと気取ってみるさ。泣かないで泣かないで私の恋心、あの人はあの人はお前に似合わない。後であの人が聞きつけてここまで来て、あいつどんな顔していたと尋ねたなら、割と平気そうな顔してて呆れたねと忘れないで冷たく答えてほしい。明日も今日も留守なんて見えすくて口使われるほど嫌われたならしょうがない。「泣かないで泣かないで私の恋心」「あの人はあの人はお前に似合わない」「泣かないで泣かないで私の恋心」「あの人はあの人はお前に似合わない」短いけどこれパワフルだね。ちょっと待って、皆さん、これあのご存知の方ぜひジナに教えてください。この曲はちょっと待って、今書いてるかな、書いてないね。まあいつの、あのいつに撮られたかわかんないんだけど、誰を考えてて歌ってるんだろうねと思って、すごいよ。なんかもう気持ちがもう思い切り入っててびっくりする。また違うけなお子さん見れたね。ね、前はカモメはカモメ一緒に見たでしょ。カモメはカモメもすごかったんだけど、これはこれですごい、なんかすごいメランコリックだね、本当に。で、一緒にいたのはもしかして中島みゆきさん、あの後ろに立ってた方
違うかな、誰だろう、なんかそんな気がするんですけど、え、知ってる方ぜひコメント欄に書いていってください。本当にすごいね、この曲はすごい、なんかもう失礼やもんね、すごいよ。ほう、なんかそう渋い渋いんです、本当に。いやでもよかった、よかったよかったよかった、本当にもう研ナオコさんさすがだね、本当に好き。そう、あと服も素敵じゃない、めちゃくちゃ綺麗。今回もなんかあの派手なドレスとあのあれ なんていうかわかんない、ストールみたいな感じ、そうモフモフのあれも良かった、すごいいいね、いいね、すごいよ研ナオコさん、もう大好き本当に。皆さんおすすめありがとうございます。またあると思いますので、あのまた見ていきますね。おすすめあればぜひコメント欄に書いててください。いやーこれなんか寂しくなるな、これもほんまに逆にするべきだったね、さっきこれを見てからの EU なら見るべきだったね、なんか悲しいまあ、でもよかった、どっちもよかったと思います。で今日皆さんつけてくれてありがとうございました、楽しかった、最高、本当に良かった、自分で、ね、自分の大好きなアーティストの、まあ、いろんな場面見れてそれは本当に幸せですありがとうございます皆さんで、明日も遊びに来てください。で明日生配信ね、そう夜お待ちしております、で概要欄ご覧くださいませ。そこでね、あのジナが出演する舞台のチケットの予約方法書いてます。で予約するだけでいいです、あのまた当日払いになりますね、そうなので足運べる方は次劇場で待ちしてますOK 皆さん、じゃあね、またね、バイバーイ。